エマヌエル、トゥーロ・ド・グラフフェン・リード男爵は、スイスのレーシングドライバー。彼は、F1 世界選手権23戦に出場。デビュー戦は1950年のイギリスグランプリで、生涯の通算成績は9ポイントであった。彼はまた数多くのノンタイル戦にも出走している。ド・グラフェン・リードのレース経歴は1936年に、始まり、 自らの所有するマセラティのボワチュレットで出走した。最も忘れられない結果のいくつかは自身のホームコースベルン近くのブレムガルテンサーキットで達成された。彼は FIA 世界選手権が行われる前年の1949年イギリスグランプリに勝利した。その後は6シーズンで7戦に出走、様々な結果を挙げた。 最高の結果は1953年、ベルギーグランプリの読みであった。レースから引退すると、ド・グラフ・フェン・リードは、ローザンヌで車の販売代理店を経営し、アルファ・ロメオ、ロールス・ロイス、フェラーリなどを販売して生活費を稼いだ。また、彼は、映画、スピードに命をかける、男の撮影で、カーク・ダグラスのスタントパーソンを務めた。 その後彼は1970年代から1980年代にかけて多くの F1 イベントに出演、フィリップ・モリスのマールボロブランドの宣伝を担当した。ドグラフ・フェンリードは最初のイギリスグランプリ優勝者とみなされ、1998年のシルバーストンサーキット50周年祭では84歳で、生涯最後のレーシングカーの運転を行った。彼は死去当時 FIA の 1> 第1回選手権である1950年、イギリスグランプリに出走したドライバーの中で最後まで生き残った人物であった。ありがとうございます。